こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。前回の動画で、これから住宅を建てる場合は、光熱費を削減できる住まいづくりの工夫についてご紹介しました。しかし、いくら住まいづくりで電気をできるだけ使わないような工夫をして住宅を建てたり、節電したとしても、イギリスのように1年で電気代が2倍以上に増えると、住宅の性能や建築の時の工夫や節電だけでは到底追いつきません。そこで、光熱費を削減するのに電気をできるだけ買わないように太陽光発電で作った電気を使ったり、作った電気を蓄電池に貯めて夜使うような工夫が必要になってきます。しかし、太陽光発電や蓄電池はまだもう少し導入を待った方がいい可能性が高く、太陽光発電と蓄電池を採用するのに最もお得なのは2025年です。導入するタイミングが2025年が最もお得な理由をご紹介します。なぜ2025年に太陽光発電と蓄電池を採用するのがお得なのかは、国の方針と太陽光発電や蓄電池を採用する人が増え、値段が値崩れする可能性が高いことが考えられるからです。まず国の方針についてですが、世界情勢や世界経済が大きく影響しています。大きく光熱費が影響出始めたのは、新型コロナウイルスとウクライナ情勢でした。新型コロナウイルスで外出が少なくなり、旅行や飲食が控えられ、在宅勤務も増えると、自宅で過ごす時間が長くなり、光熱費が上がり始めました。そのような下地ができた状態で、ロシアがウクライナ侵攻すると、各国がロシアを経済制裁しましたが、その返り血を浴びるように、ロシアからの LNG ガスの供給が止まり、世界的にエネルギーの奪い合いになり、光熱費が急に値上がりし始めました。イギリスやドイツなどのヨーロッパでは、1年で2倍以上電気代が値上がりしています。また日本では東日本大震災で福島第一原発が事故を起こし、今稼働している原子力発電所は現在西日本だけという事情もあり、電気料金は値上がりしています。また今後数年以内に勃発すると言われている中国による台湾侵攻、いわゆる台湾有事で、日本のエネルギー価格はまだ一段と値上がりしそうです。そのような世界情勢の中、世界経済としても各国がインフレで金利を上げている中、日本は金融緩和策で低金利を続けています。先日の次期日銀総裁の植田氏も金融緩和策を継続する意向を示しました。低金利の日本でお金を保有しているよりも、欧米の高い金利にお金を移した方が資産が増えるために、日本のお金が欧米に流れたり、低金利を続けるために日銀が国債を買い占めているので、日本円の価値が下がり、円安になり、海外からの輸入品が高くなり、エネルギーの自給率が極めて低い日本は、海外から買うエネルギーも為替レートの関係でエネルギー価格は高くなってしまいます。世界情勢や世界経済の影響でエネルギー価格は下がる要素は全くありません。まだ今後も電気料金は値上がりしていくと思われます。現在は政府が電気料金やガス料金を補助してくれていますが、光熱費は下がる見込みがない中で、電気料金に対する支援策は今年9月末で終了するので、電気料金高騰問題は全く解決しません。政府の住宅用太陽光発電に対する補助金は2013年度を最後に一旦なくなりました。しかし2021年度から復活しています。太陽光発電については国の補助金が一旦なくなったり買取価格が下がりましたが、それは太陽光発電の設置費用がこの10年で大きく値下がりしたからです。太陽光発電の導入費用が底値になってきているので、2013年度を最後に補助金が一旦なくなりましたが、先ほどご紹介した通り、世界情勢や世界経済の影響で光熱費が高騰したこともあり、政府による住宅用太陽光発電に対する補助金が復活しました。
しかし太陽光発電だけをつける場合は補助金は出ていません。2021年度に環境省から住宅用太陽光発電に対して補助金が出たものの、その内容は蓄電池を併設するという条件付きおよびフィットで売電したい条件付きの内容でした。2022年は太陽光発電だけの導入では国の補助金は出ませんでしたが、さらに今年に入って世界情勢が悪化したり、今後も低金利を支えるために円安を続けることで光熱費が上がり続けることを鑑みると、今後は太陽光発電導入のみの補助金の復活か、少なくとも蓄電池とのセットの補助金が出る可能性が高くなっています。太陽光発電で作った電気の固定買取価格制度の開始および太陽光発電の普及拡大に伴い、フィットを活用する太陽光発電に関する国の補助金は2013年に終了しました。国の補助金を活用する場合は完全自己消費目的になっていますが、各自治体では独自に太陽光発電の補助金制度を設けているケースもあります。東京都だとすでに2030年度までに温室効果ガス排出量半減を目指して2022年度の東京都補助金で季節住宅に対する太陽光補助額が1キロワットあたり12万円から15万円で、新設住宅に対する太陽光補助額は1キロワットあたり10万円から12万円になり、上限は45万円になっています。また蓄電池に対しても設置費用の半額の補助金となり、容量ベースでは1キロワットアワーあたり10万円となっています。さらに2023年1月からは蓄電池の補助額の上限が1キロワットアワーあたり15万円と5万円アップされ、除草率の高知引き込みの機器費用の4分の3までと補助金が拡充しています。東京都以外でも太陽光発電のみの補助金や蓄電池の補助金を行っている自治体もあるので、対象地域かどうかは調べてみる価値は十分あります。太陽光発電は導入する人が増え、価格が今底値に近づいていますが、蓄電池はまだまだ高価で手を出しにくい状況です。蓄電池についても太陽光発電並みに普及が進むと価格競争原理が働き、価格は今後下がっていくと思われます。その鍵となるのは、これから10年を迎える10キロワット以下の太陽光発電が多くなるタイミングです。太陽光発電の10キロワット以下は10年を超えると売電する単価が極端に下がるので、発電した電気を蓄電池に貯めて夜使って光熱費を下げたいという方がこれから増えてくると思われます。この1年で大きく電気料金は値上がりし、今後もまだ値上がりすることを考えると、なおさら自己防衛策で蓄電池を導入してできるだけ電気を購入したくないという考える方は今後も増えていくと思われます。10キロワット未満の住宅用太陽光発電の導入件数は2012年7月から2013年度は年平均 27.2 万件もありました。2017年度から2020年度は年間14万戸程度を推移していることを考えると、2012年7月から2013年度は現在の2倍近く10キロワット未満の住宅用太陽光発電が導入されていました。その時代の固定買取制度の電気の単価が2012年は1キロワットアワーあたり42円で、2013年は1キロワットアワーあたり38円と、2023年度の1キロワットアワーあたり16円に比べると 2.3 倍から 2.5 倍と高く、電気を買ってくれていたので10キロワット未満の住宅用太陽光発電は多く導入されていました。その時のピークだった2012年から2013年に多く導入された太陽光発電の10年の期間が終わり、高い売電が終わってしまうので、今まで売ってた電気を自己消費するために蓄電池を導入する人が今年から本格的に増え始めます。蓄電池を採用する人がこれから増え始めると、価格競争が始まり値下がりし始めると思われます。世界情勢や世界経済の影響で電気料金は今後も値上がりしていくと思われたり、今後は台湾有事や
東南海地震などの戦争や災害などで電気料金が上がる可能性も高くなっています。新築するときにすでに太陽光発電と蓄電池を一気に採用する人が徐々に増えていますが、さらに導入から10年を経過した10キロワット以下の太陽光発電を採用した人が今年あたりから蓄電池を導入し始めると思われます。それでも急には蓄電池の価格は下がらずに 2,3 年かけて徐々に価格が下がっていくと思われます。液晶テレビや太陽光発電と同じように高値の蓄電池もここから数年をかけて値下がりしていくと思われます。本格化するエネルギー問題に対応を迫られた政府としても、エネルギー問題を解決するために太陽光発電や蓄電池に対する補助金が今後も拡充していくと、さらに蓄電池が売れ始めて価格の値下がりに拍車がかかると思われます。蓄電池の値下がりと補助金が拡充する2025年頃が一番太陽光発電と蓄電池の導入として最もお得になると予測しています。価格が底値になるのを待って導入するのも、単に導入コストだけを考えるとお安くなるかもしれませんが、早く導入することで日々買う電気を減らせます。家族構成や太陽光発電や蓄電池の容量や今後の電気の値上がりによって変わってくると思いますが、導入が遅ければ遅いほど買う電気が増えてしまいます。あまりにも導入が遅いと効果が薄らいでしまいます。蓄電池の値下がり、補助金の金額、電気料金の値上がりを考えると2025年が最もお得だと思われます。このような感じで今後も住まいづくりにお役に立つ情報、これからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。